早稲田由美子は、日本の弁護士。専門は、知的財産憲法等。東京六本木法律特許事務所パートナー。森、浜田松本法律事務所パートナー。日本弁護士連合会副会長。かお監査役、朝日グループホールディングス監査役等歴任。東京都立青山高等学校を経て、一橋つばし大学法学部に進学。清水淳子学習院大学教授は、 大学時代からの知り合い。大学在学中の1982年に、旧司法試験に合格。1983年大学卒業。1985年最高裁判所司法研修所。終了。弁護士登録。松田正幸法律特許事務所入所。2005年、森、浜田松本法律事務所パートナー。2005年から2009年まで。 早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師。2013年、東京六本木法律特許事務所パートナー。2014年から2018年まで、花王監査役。2015年から、アサヒグループホールディングス監査役。2016年度、第二東京弁護士会会長及び日本弁護士、連合会副会長を務め、青柳光一明治大学教授による、 司法試験問題漏洩事件で日本弁護士連合会により漏洩防止策についての提言が取りまとめられた際は司法試験公際員から法科大学院教員が外されていることに対し会見でこのままでは持たないのではないかとした2017年日本弁護士政治連盟副理事長この間内閣府行政刷新会議規制制度改革に関する分科会 グリーンイノベーションワーキンググループ構成員、文化庁著作権審議会専門委員、経済産業省産業構造審議会弁理士、審査文化会臨時委員、同知的財産文化会臨時委員、ソフトウェア情報センターソフトウェア紛争解決センター、仲裁人、圧千人候補者、著作権情報センター評議員、同肖像権委員会委員、産業総合研究所委、 工学応用実験倫理委員会委員、同飛と由来資料実験倫理委員会委員、私的財産研究所諸外国におけるデザイン保護の実態に関する調査研究委員、電子商取引推進協議会コードネット社会の安心と信頼の確保に向けた課題の研究委員、等を歴任。ありがとうございます。